マックシミリアン・マーテラーは、ドイツ・ニュルンベルク出身の男子プロテニス選手。身長191センチメートル。左利き。バックハンドストロークは、両手打ち。ATP ワールドツアーでは、シングルス・ダブルスともに未勝利。自己最高ランキングは、シングルス45位。1月に、シュトットガルトで開催された、ITF 男子サーキットの大会で決勝で、 ベラルーシのウラジメイル・イグナチクに勝利し、初優勝を飾った。6月のメルセデスカップでは、ワイルドカードを与えられて、ATP ツアー初出場を果たした。全豪オープンの予選に出場し、4大大会の予選初出場となったが、予選1回戦で敗れた。9月に、メクネスで開催された、ATP チャレンジャーツアーの大会で決勝で、ウラジメイル・イグナチクに勝利し、 チャレンジャー初優勝を飾った。全米オープンでは予選を勝ち上がり、初めて四大大会の本戦に出場した。本戦では1回戦、ドナルド・ヤングに敗れた。10月16日の世界ランキングは100位となり、初めて世界ランキング100位圏内に入った。全豪オープンには、本戦から出場した。1回戦では、セドリック・マルセル・シュテーベとの同国対決にストレート勝ち。 し、2回戦では、フェルナンド・ベルダスコにフルセットの末に勝利した。3回戦では、アメリカ合衆国のテニーズ・サンドグレンに敗れた。2月のソフィア・オープンでは、2回戦で、ポルトガルのジョアン・ソーザを破り、準々決勝に進出。準々決勝で、ミルザ・バシッチに敗れた。5月の BMW ・オープンでは、2回戦で、第3シードのディエゴ・シュワルツマンを破るなどして、 準決勝に進出し、準決勝でフィリップ・コールシュライバーとの同国対決に敗れた。全仏オープンでは、1回戦でライアン・ハリソンを、2回戦で第24シードのデニス・シャポバロフを破った。3回戦でユルゲン・ゾップを破り、4回戦進出。4回戦では、第1シードのスペインのラファエル・ナダルにストレートで、敗れた。ウィンブルドン選手権では、 1>, 1回戦で第27シードのダミルジムールに敗れた。8月のオーストリアオープンでは準々決勝でデニス・イストミーに敗れた。全米オープンでは1回戦で第21シードの西コリ・ケイに敗れた。ありがとうございます。